2月に入りままました<い>まだまだ、ね、寒いですね,そうですね節分があって、はいまあ、これから先はバレンタインがあったり、はい、なんだかんだ寒い寒いって言ってたら1か月終わるかなと言いたいところですまあでも寒いよなみたいな <laughs> んまあそんな中、えー、春モデル。うん の話はまあ本当はん次回ね次回ねゆっくりまとめて、はい、ゆっくりやりますけれども、はいはい、次々と新しいモデルが出てる中、うん、この番組のスタッフはサイバーショット、うん、携帯ドコモのやつを今探していて、うん、最後の最後なんかどうも買おうとしてるらしいとかい話があったりとか。<laughs> ってことは 90?5!?5 とか。まあとと数ヶ月すると そうね、次がまた夏ぐらい出ますいい端末だと思いますんはい、はい、それはありなんですけどまあ、だったらもっと早く買おうよみたいな話もあり <laughs> この番組に関わっていながらみたいなです、ね、話てちょっとこう今裏で盛り上がってたすて、ね、そういう人いるんだみたいな、ね、やっぱりね買い時は逃さないようにでも欲しいものは意地でもやっぱ買うとう俺も買うから君も買うみたいな感じでぜひ買っていただければとないと、はい、はい、追い,ついていきましょう、はい。 王林隆之の携帯しようぜ今回ご紹介する端末は NTT ドコモ F02A まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 108mm 幅 49mm 厚さ 16.4mm 重さおよそ 129g3.0 インチフルワイド VGA 液晶 480×854 ドットがメインでサブが2.0インチ QVGA 液晶 240×320 ドットオートフォーカス対応有効200万画素カメラが外側32万画素が内側。 マイクロ SD、HC メモリーカードとなっておりますなんといっても驚きは大きなサブディスプレイそして充実の便利機能満載でかなりお買い得感ありかも F ならではのもちろん防水携帯ピックアップです今回はこちらですドコモの F02A の登場ですカラーは今のところ3色ととここ色いうことで、はいはい こちららかシャイニーゴールドクリスタルブラックそしてコスメティックピンクというおしゃれな名前がついています。とにかくでかいサブディスプレイがついていて少しグラフィック見えてますけどこんな感じでかなり大きいですねいろいろ表示ができたりするのよみたいな感じのものなんですが今3色とりあえず3色といったのは実はこのモデルはこの3色以外に限定モデルがあります。 ちょっとそれれご紹介しますけどでこ名前カラリングの名前は4度 c ピュアホワイトということであの有名ブランドはいいわゆるあのジュエリーブランドの4度 c なんですけどパッケージも少し違っていてこういうね4度 c の皆さんの白いのがか分かりにくいんですけどまあこんな4度 c のパッケージに専用のパッケージがついていきますに入っていきます専用のこういうストラップとさらにトートバッグというべきなのなエコバッグかな今すねこれがついてきますこれがいてくるモデル ここにホワイトとして4のシのパッケージモデルが一応出てきましで、これ4のシならではの天然ダイヤモンド入りというここのサブディッシュの脇のとこに0.1キロぐらいあるんじゃないかなっていう一応ダイヤが入ってるのでダイヤが入ってるからすげえ高いかっていうとそうではなくて本来の普通のこの標準モデルが今これ4万円半ば前後ぐらいかなより4のシのモデルはこれとダイヤのお値段っていうことでしょう5,000円ぐらいちょっとお値段高いでこっちのモデルもあるんで基本的に機能とかはほぼ同じだと思います。 <え>中に入っているそのコンテンツと付属品が若干違いますというものでございますでそれを合わせてご紹介したいと思いますが、はい、なんつってもやっぱりこれサあ,、まあサブディスプレイとしてはこのようにとにかくでかいよと実は2インチの、えー、QVGA なんですけど、うん、2>, 2インチの QVGA ってです、ねえー、とさっきあのちょっと発覚したんですが <laughs> この番組のスタッフが持っているのが SO902iWiWP+ を持ってるんですけ、ね、ストレートなちっちゃいとは思ってますがあれ,よあれよりもでかい。 デいいいいでででで喋っててて普通のそそうそう,そう,そういぐらいでかいサブディスクがついてるとと <laughs>、はい、こここ中でいろんなことができますだから例えば実はこの本体の中にまあ、えー、歩数計とか走っするの歩数が見れたりとか i、はい、チャンネルがここでこうテロップのように流れたりとか、うん、もちろんカレンダーが見れたりとかさらにこの背面のみで使う、えー、専用のそのゲームっていうのもあるし、うん、変わったものも一つお見せしておくと、はい、これ当然あの端末としてはワンセグが実は入ってるんですけどここで実はこのワンセグのですね <laughs> 録ワンセグの放送中のものをここで見ることはできないんだけど録画したものは見れますんでうん、うん、そうするとど。ってことは例えば普段こう電車の中に行く時にこうやってこうなんかワンセグ見てるのももちろんねこういうふうに横になるんでこういうふうにこれで見てもらっても構わないんだけど電車の中でこうやって見てるのも嫌かなと思った時はこ、まあ、うっ、うん、閉じてもらってこうやって見てもらえれば、うん、ここでサブディスプレイで一応まあ見ることができたりするんでこれもなかなかあの面白いしそれ以外にもいろいろあってこの TV ボタンとサイドキーを長押してもらうと。うん こうやってメニューが出てきてこういろんな機能が呼べますと当然ここの中でカメラの機能があるんでこうやってカメラやってもらうと カメラ起動しちょっとしたデジカメのサイズぐらいありますね。でこれでまあもう見やすいそのまま撮れちゃうってやつですね。でこれもなかなかいいかなとあ一応サブディスプレイが大きいといろいろできるのはまあいろいろできるんですけどサブディスプレイでかいことだけがこの端末の実はメリットではなくて最も大事なことはもう実はあるのが。 実はこれ防水なんです、ね。F ですからね。はい、前実は、えー、ご紹介しましたけど、F のこの 01A この01あの、うん、これは私は魅力的です。これはなかなかいい。はい、でこれのこれまあこれはちなみにこういう二軸の。うん ね、こういう二軸回転式のボディでしたけど防水です。で防水です。で、はい、従来でいうと90。うん、こちら側は実は従来でいうと70に相当するものるる、はい、ででこの70相当のもので防水。うん、で実は前の F706i も実は防水だったんで、うん、基本的にはその機能を継承していると思ってください。うん、でそれに前はこのこっち側のディスプレイになんか LED メタルとかいろいろやったのを、うんうん、今回はでかいサブディスプレイでこういう形になりましたで,で一応画面の方もまあここで、えー 3, えー、まあ3インチのでかい、えー、フルワイドの フルワイド VJ なんで、まあ、従来の70系は比較的 QVJ だったからちょっとスペックがね少しあの抑え気味だったのがまあ一応 90とかにも変わらないぐらいのフルワイドの文字も載ってるし文字サイズも大きくできるし結構いろんな機能が入ってますで個人的に僕は前からおすすめしてるのはやっぱり F だからってわけでもないんです最近だんだん標準的になってますが一応ウォーキングカウンター歩数計がついてますでで毎日の歩数も一応見ることができます。ういうではこういう携帯って普段持ってるもんなのでなおかつそれを端末開かなくても一応確認ができるんでよくできてるかなと。時計だけじゃないととこですねあは実用的 な機能としてはこのサブディスプレイって、まあ、これでこうでかいんだけど、うん、ずっと消えてるまんまになっちゃうんで、うん、実はこれの端末は、えっと、中に、えーまあ、センサーが入ってるんでこうやって起こしてもらって、はい、もうしばらくすると。 こんなちょっとこうタイムラグ若干あるんですけど持ってもらって少し時間が経つとサブディスプレイがつくこれドレスアップモニターって言ってるんですけどドレスアップモニターがついたりとかあと自動点灯してここで実はダブルタップをするとこうやって今消えましたよねこれで消灯するとかこれで省電力になりますとかいうこともできたりとかいろいろ面白い機能がたくさんついてますそれから F なんで端末開いてもらうとこの一番下のところですね ですのでこのサーチキーをしてもらうと検索のメニューが出てきますのでこの中でア i モードの中のメニューの検索だったりとか Google を使った検索だとかそれから地図アプリでんか場所を検索したりとか辞書ですねまあ国語辞典とか引いたりとかもできるしさらにアドレス帳電話帳の振り仮名検索もできますとさらにメールの受信メールのところの振り仮名検索もできるんで例えば「ゆきちゃんから メールを検索すするってこともできますうん、うん、ただちょっと惜しいのは個人的に言うとこの検索のところのメールのところの検索はメールの本文の口出し検索もしてほしいなそうかそうか。だからあそこの前メールもらったあの神楽坂のなんとかっていうレストランに、うん、な,なってって思った時に神楽坂って言うとガーッと検索やると。 便利なけどそういう機能はちょっと今のところないということでまあでも一応僕は、まあね、まあそうですね。ということなんで検索メニューもなかなかこれはうん、うん、90の方でも非常に高評だった機能なんでこういうこともできますということで、うん、70系と言いつつ60系と言いつつ系と言いつつ。 えー、実ははかなり機能は揃ってるこっちとね比較して、まあ、兄弟モデルだと思ってて、うんえー、こっち側は、ね、要するに i c o n s h l とかウィジェットとかそういうものがたくさん入ってます。うん、こっち側は、えー、と今回の 02A は i c o n s シルイウィジェ l ア iWidget それから i a p p l のオンライン。うん は入っていません。はい、でもフォーマイスピードの3.6メガも対応してるし、ワン、うん、セグもお財布携帯ータイも通インはもう入ってます。うん、ほとんどまあちょっと前でまあ905ぐらいで言えば、はい、905全然遜色ないぐらい。なるほど。 一一応通り全部入ってますと防水で選ぶんだってこれはちょっとごついかなと思ったらもうこっちみたいなまああとこっちだとねその01だと指紋センサーがついてるとかってもありますけどこっちはないんでね。っていうのはありますけどもまあでも普通に持つんだったら水のごつないですよ普通に持てると思うんで結構サブディスプレイもいろいろ派手にいろいろ動いてくれるので個人的には非常に楽しめて使い出のある携帯ではないかなと思います。結構今ののととこころ足りないいももやっっうししててほ